はい、皆さんこんにちは、ズータイムです。さあ今回はね、前回リクガメ開き、カメ開きをしたんですけども、今回はこちらの、屋外放飼場の、床材がね、冬の間落ち葉プールを食べてウサギたち遊んだので、この落ち葉プールをね、本日はお掃除して、きれいな、もみ殻をですね、こちらをですね引いて、屋外放飼場の、大掃除、床材交換をしたいと思います。ですがですね、ちょっと今年からはですね、一個試したいことがありまして、こちらの奥に落ち葉がたくさん、溜まっているんですけども、実は数日前からですね、気温も上がってきたのもあって、もう終日、屋外に実はこの大型の種だけですけども、出しております。そして夕方になるとちょっと気温が下がるとですね、ケヅメたちの落ち葉が溜まっているあそこのところに自分で穴を掘ってちょっと潜るんですね。手を私も入れてみたんですけども、で気温もね、あそこの温度もね、見てみたんですけども、かなり、高くてですね、夜間もね、15度ぐらい保ってたので、何日かこちらで、試したところ、もうリクガメたちもコンディションもすごく良くてですね、今朝なんですが、この午前中の朝日が差し込んで今目覚めたところです。ですからまだそれほどリクガメたち、動けない状態なんですが、ちゃんとね、夜間はね、落ち葉の安定した、温度の中に潜って、この朝日で目覚めるというようなリズムがリクガメたち起きています。で野生のアフリカでも、実は一桁に温度がなる時があって、このケヅメリクガメたちは、深く穴を掘って温度の安定したところで暮らしているので、そこまで温度は下がらないこの季節には落ち葉に潜るということで、対応が今のところできています。ちょうどねこの落ち葉プールを利用してやってみたんですが、これかなり結構いいなというふうに思いまして、この奥の落ち葉だけはちょっと残して手前をね今回きれいにしてみたいと思います。で今まではですね、この春の時期は一回一回ね、屋内と屋外に持ち運んで UV を当てることを心がけていたんですけども、今からはねもうずっとこの屋外に出そうかなと思っております。そして寒い場合は、冬にご紹介したこのコルクヒーターをここに設置して、もうこの今からの季節は屋外で行けそうです。というところで、今回のね、大掃除から始めていこうと思います。それでは行ってみましょう。では大掃除始めていこうと思います。はい、では冬の間からねかなり、落ち葉がもうかなりダウンして細かくなっていますね。よいしょ。ゴミ袋何袋分ぐらい、どのぐらい入れたかな、ゴミ袋10袋分ぐらい、落ち葉入れたんですが、かなり量もう減ってますね。よいしょ。もう腐葉土になりつつあります。はい、それでは、簡単になんですけども、こちらのもみ殻の大袋に、落ち葉を集めることができました。まあね、まだ落ち葉ちらほらあるんですけども、野生の屋外なので、そのうち腐葉土になって土に帰りますので、ざっくりにしました。はい、ではここにですね、この綺麗なもみ殻を今から入れていきます。
昨年のこの秋に1年分のもみ殻を取るというね、動画もご紹介した通り、1年分もみ殻ね、大量に、調達してきていますので、今年の9月ぐらいまでですね、の在庫がちゃんとあります。これを今からね、この上に引いていこうと思います。まだ香りがね、新しいもみ殻はすごくいいので、こう人も動物も気持ちいいですね。よいしょ、新しいもみ殻。よいしょ、今年からね、この先ほども言ったように奥は、落ち葉のままでしばらく、行ってみようと思います。はい、この方がね、リクガメたちちょっと居心地が良さそうだったので、まあ、シェルターのさらにね、下に潜れるように、落ち葉の中に潜れるようにということで、今年はこれで、過ごしてみたいと思います。じゃあこちらもしますよ。身柄のね、綺麗なこの黄金色がめっちゃ綺麗ですよね。よいしょ、ピーちゃんちょっと、はい、あ、埋まってしまいました。はい、よいしょ、よいしょ、うわー、綺麗になった。はい、あとはカメが勝手に、鳴らしてくれますので、とても綺麗になると思います。これがめっちゃ重い。よいしょ、せーの、よいしょ。はい、こんな感じでできました。綺麗になりました。はい、では、まだリクガメたち朝なので、体温がまだ上がりきってないと思いますけども、こちらの大きいケツメはね、そろそろご飯を食べてくれるかもしれませんが、今からね、そうしましたら、朝ごはんを、準備してこようと思います。はい、それでは本日の、リクガメたちのメニューを紹介したいと思います。野鳥博士もね、リクガメのお手伝いにやってきてくれました。はい、こんにちは。はい、実は博士正しいもみ殻気持ちいいでしょ、ね、これぐらいもみ殻ね、ふかふかですしね、リクガメたちも安全です。すっごいいい香りが、ちょっとお伝えできないの残念なんですが、すごいね、お米のいい香りがしてます。で、本日のお食事なんですけども、いつもね、いろんな方から、実は畑をやっている方からお譲りいただけるんですが、こちらチンゲン菜のね、大きくなったものですね。こちらをね、今朝譲っていただきましたので、たくさんいただいたんですよ。で、これをね、与えたいと思います。こちらもね、油の赤なので、まあ、毎日毎日これを大量にあげるってことはしないんですけども、たまにね、大好物のこの、チンゲン菜、こちらを今日はたっぷり与えたいと思います。ピーちゃんも大好きかな。はい、テンション上がってますね。はい、じゃあ、博士のとこ置いてってください。で、リクガメたち、まだですね、体温が上がりきってないと思いますので、ゆっくりゆっくり今日食べ出すと思いますけども、今日はたくさんのこの、チンゲン菜いただいたやつ、はい、ちょっと原さんこれ並べてもらっていいで、こちらがですね、当園の敷地内で栽培している、まあ、ラズベリーの葉っぱね、それから本日もね、野草なども加えたいと思います。箱べ、柔らかいね、このカルシウムもあるこの箱べ、それからこの今のこの春の時期がね、すごくいいんですけども、こちら猫じゃらしの若い葉ですね。こちらも結構ね、繊維質が豊富でリクガメたちも好んで食べます。こちらは仏の座ですね。こういったものも、混ぜて与えたいと思います。埋まっとるね。はい、ちょっとまだね、このケツメヒョウモン、ハイブリッド種ですけども、こちらはね、まだかな、
もうちょっと充電しないとダメかな。はい。で以前ねこの、まあ、おそらくね私は日本最大だと思ってるんですけども、このこれだけ大きいケヅメヒョウモン、ハイブリッド種、なかなか見られない、私も見たときないんですけども、当園で飼育することになったので大事に飼育しているんですが、以前ねケヅメヒョウモン飼育されている方いますかっていうふうに、私動画でちょっと聞いてみたんですけども、一通も返事がありませんというところで、なかなかやっぱり日本にはこれより大きいの飼育している方いないのかなというふうに思っているんですけども、引き続きまたいらっしゃれば、画像付きで送っていただければこちらのズータイムチャンネルでもご紹介させていただければ嬉しいなと思っております。よいしょ。はい、ちょっとまだですねコールダックだけが、テンション上がっている状態なので、もう少し気温が上がってからかな、あと30分するとほどするとね、充電が完了するかもしれませんが、そうするとバクバク食べてくれると思います。コールダックうんちした。うんちしたはい、今日もチモシーをたっぷりかけて、品質をアップしておきますね。はい、今日は、このようなメニューで、給仕したいと思います。はい、じゃあもうちょっと充電ですね。すいません、先ほどからね、ハリスフォークの、タカがちょっと私のことを呼んでいますので、ハリスフォークのトレーニングもね、またしていかなければいけません。よいしょ。じゃあリクガメたち、はい、もうちょっと待ちましょう、はい、博士が今コールダックと遊んでいます。博士コールダックにちょっと近づいてみて、顔近づいてみて、はい後ろ足かな、反応するのかな、後ろ足見せてみて、えん、もうちょっと進んでみて、博士のお尻らへんに反応するのかも、はい、あ、反応してる反応してる、プル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 ってしてる、ちょっと足ピュー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 って動かしてみて、足ピュー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 ってもういいんかな両博士、あのマガモですよ、祖先は、うん、うん、オスメスはね、オバネカールするところマガモと一緒だよね、うん、うん、これ知ってない、うん、あ、これはオスなんですけど、ほらちょっとしてるね、そこ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 カールしてるお、来た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 来
あ、来た来た来た。今発情期だからね、うん、どう、痛くない？え、痛い？痛い？うん、大丈夫大丈夫。痛くない。痛くない？うん、気持ちいい。気持ちいい？首気持ちいい。首気持ちいい。はい、それではケズメたちなんですけども、真夏のようには、食欲はまだ上がらないようですね、しかしね、このように大きなチンゲンサイも、まあまあですが食べてあります。またゆっくりね、少しずつ今日は食べるかなというふうに思います。今はみんなたらふく食べたので、まったりモードという感じですね、はい、ではね、ハリスホーク、こちらに来ているんですけども、先ほどからね、今日すいません、こちらの番組を配信している最中も泣いてたと思うんですけども、次トレーニングを控えているので、私のことを呼んでいました、はい、ということで、またハリスホークのトレーニングについてはまたね、番組にして配信したいと思っていますけども、今日はせっかくここまで来たので一度だけ、ここで飛ばしてみたいと思います。では行きます。あ、この辺かな、いけるかな、いけるか。はい、といったところで、いかがだったでしょうか、本日はですね、こちらのリクガメの床材を、新しいもみ殻に、交換しました。そして奥側はね、今年は、まだ落ち葉をね残したままでしばらくは行こうかなというふうに、思っております。また、引き続き、このリクガメたち、ズータイムたちの、動物の様子を配信したいと思っております。それでは最後までご覧いただきましてありがとうございました。